高麗仏画は、高麗時代描かれた仏画である。独特で精巧な図用と、細密で華麗な装飾文様を備えた、豊かな絵画表現を持ち、韓国美術史にとどまらず、東アジア美術史においても優れた芸術的価値を持つ作品群である。現存する高麗仏画は、世界で約160点あるが、そのうち約130点が日本にあり、 欧米に17点あり、韓国国内には13点がある。制作年が特定されている最古の高麗仏画は、金義人発願500羅漢図で、ついで、阿弥陀如来図、弥勒大聖仏教変装図がある。日本伝説の作品のほとんどが、中国元時代の作とされるか、または、近代館左有長期に、中国、宋時代の画家と記されている。 子のの筆になるものとしてて伝えられてきた韓国では日本にある高麗仏画の多くは和光が略奪したものだとしているが日本では李氏朝鮮が仏教を弾圧したため日本に流出したものだとしている。また日本の高麗仏画には由来に豊臣秀吉の朝鮮征抜の際の戦利品と書かれてあるものもあるがこの由来書について 上海道健一は疑ってかかる必要があり、当時は分取り品とした説明した方がかっこいい、こととされていたことも考慮する必要があると述べている。李氏朝鮮政府は、仏教弾圧政策をする一方で、高麗仏画は日本に高価で取引されるため、貿易品として輸出したり、また日朝親木のため贈答したこともあった。上海道健一は、 日本と朝鮮の間は戦争の歴史であったと見ると、歴史認識が歪むと指摘した上で、そうした認識から、日本に朝鮮の文化財があると秀吉の軍隊が略奪したものに違いないと断定することになるが、秀吉の軍隊が略奪したものの多くは書籍であったし、略奪品として日本に来たものもあるが、平和的な交流の中から送り送られてきたものや、 貿易で入ってきたものもかなりあるとして、すべてを略奪品とみなす見方を批判している。韓国人窃盗団が日本から、高麗仏画を、次々と盗む事件が起こっている。1998年に、大阪府大使町の永福寺の、洋流観音像。2001年に、愛知県豊田市の隣松寺の、憲本着色観領曼だら。2002年に、 兵庫県加古市の各林寺の剣本着色阿弥陀仏三尊像が盗まれた。2004年10月にソウルで韓国人窃盗団が逮捕され、この窃盗団の犯行であることが分かった。韓国では日本にある高麗仏川文禄、慶長の役や日本統治時代に略奪されたと認識されており、窃盗団は神が 日本が略奪した我が国の文化財を取り戻せと言ったと主張したが、盗品をすぐ売却して金に変えており、金銭目的の犯行だと判明している。2005年1月には懲役判決を受けた。憲法着色阿弥陀仏三尊像は韓国に持ち込まれた後、6回の転売を経て、京昌北道の寺に渡ったことが分かったが、その後また行方不明になった。 憲法着色官業マンダらも韓国に持ち込まれたことが分かっており、洋流観音像も韓国に持ち込まれたと言われている。2005年8月にも韓国人4人組が第四次で国の重要文化財である憲法着色王宮マンダら図を盗もうとして、住職の長男を包丁で刺して重傷を負わせる事件が発生した。 犯人たちは2014年4月までに全員逮捕された。2010年10月12日から11月21日まで、韓国国立中央博物館で、高麗仏画大展が開かれた。韓国、日本、欧米の高麗仏が61点を集めた過去、最大規模の展示となった。ありがとうございます。